やあ、探偵諸君。やっとエレベーターに電源を通してくれたみたいだね。嬉しいや。二道さんか。下道探偵？どこから声が？周囲を見渡すと、天井近くのスピーカーから声が流れていることに気がついた。僕らの困惑を無視で下道探偵の声は続く。君たちもお気づきの通り、そのエレベーターを呼び出すためには鍵が必要だ。そしてその鍵は俺が持っている。下道さんが持ってんのか鍵を。鍵が欲しければ俺の言うことに従ってもらうよ。誰が従うものですか。今から私が捕まえに参りますから覚悟なさい。家族さんが即座に要求を跳ねのけた。さらに少し顎に手を当てたかと思うと、すぐさま廊下を指さして語る。奥のモニタールームにアナウンス用のマイクがあったはずですわ。下道探偵はそこにいるに違いありません。さあ参りましょう。行きましょう。待って家族ちゃん。すぐに駆け出そうとした家族さんの腕を美食さんが掴んだ。まあでもそこまで単純なのかなっていうのもあるのかな。あの下道ちゃんが無策でこんな真似すると思ってるの？まあそれはあるわな。確かに慌てて向かえば足元を救われるような仕掛けが施してあるに違いないわ。確かにその通りですわね。先走りそうになって申し訳ありませんわ。でもだからってここでじっとしているわけにもいきません。罠を警戒しながらモニタールームへ向かいましょう。もう下道探偵の隙にはさせない。僕が先頭になるからついてきて。こんな時のために新たな捕獲用のフレンズビリビリ君を用意してあります。ビリビリ君絶対に捕まえましょう。文学さんと美食さんはこの場に残ってエレベーターの監視をお願いします。ええ、任されたわ。パンくず一つ見逃さないから安心してね。皆さん気をつけてください。少女は心から無事を願うのだった。下道探偵のアナウンスが終わるのも待たずに、みんな一斉に行動を開始する。僕らの行動の最中にもスピーカーから下道探偵の軽口が流れ続ける。おいおい、人の話を落ち着いて聞くこともできないのかな。困ったものだね。そんな悪い子たちにはお仕置きが必要だな。気をつけてこちらへ来るといい。君たちには最初から選択肢なんてないんだよ。モニタールームの前まで来たけど罠の一つもなかったね。無事にモニタールームの前へと到着。あまりにもあっけなく到着してしまい、逆に警戒心が強まる。もしかしてモニタールームはブラフか。でも先ほどのアナウンスから時間も経っていないし、中に何らかの痕跡があることはまず間違いない。妙ですね。ここまでもったいぶったことをしておいて何もしてこないなんて。まずは僕が様子を見てみるよ。僕なら下道探偵の罠にも気づけると思うから。気をつけてね飛躍君。危険な気配がしたらすぐに出てきてよ。絶対に逃がしませんわよ下道探偵。私の馬術で血だるまにこしらえてやりますわ。チェスト！飛躍君がモニタールームへと入っていった。かと思うとすぐにあっけに取られた様子で部屋から出てきた。どうしたの飛躍君。下道探偵がどこにもいないんだ。マジか。その代わりマイクの前にはこんなものが。飛躍君の腕にはテディベアが抱かれていた。一見何の変哲もないぬいぐるみ。ただその子の腕には何か機械が抱きかかえられている。あらあら、可愛らしい奥間さんではありませんの。その子が抱えているもの、それって通信機じゃありませんか。本当だ。しかも電源が入ったままだね。僕に貸してください。きっと下道探偵はこの通信機を利用して自分のいる場所をごまかしたんです。
僕が分析して何とか居場所を暴いてみせます。いい分析だよ、かっくん。通信機からひどく楽しげな声が響いてきた。考えるまでもなく、それが外道探偵のものであることは明らかだ。いやー、すまないね。俺はこう見えてもシャイだから代理を頼んでしまったよ。テディベアのゲドちゃんだ。ゲドちゃん、仲良くしてあげてくれよ。要求は何なんだ、外道探偵。お前の要求を飲めばエレベーターの鍵をこちらへ渡すんだな。話が早くて助かるよ。俺の要求はただ一つさ。無能君、君と一対一で話がしたい。資料室まで一人で来てくれ。一対一か。そんな要求断固拒否ですわ。家族さん。家族さんが熊ごと通信機を手に取って噛みつかんばかりの剣幕で鳴りつける。外道探偵、あなたが何を考えているかは知りませんけどね、無能さんは私たちの大切な仲間なのですわ。あなたのような殺人鬼のもとへ一人で向かわせるわけがありませんでしょ。必ずあなたを見つけ出して鍵を奪い取って差し上げますから、そのつもりでいなさい。それは楽しみだね。ノイズ混じりの冷たい笑い声が廊下に響く。その時、視界がバチバチと明滅。エンドシーンが発動する。このタイミングか。最後にいいことを教えてあげるよ。俺がわざわざこの地下を訪れたのは、首についた首輪の外し方を知るためだ。残念ながら分解の方法はわからなかったけど、予備の首輪の保管場所とその操作方法は知ることができてね。せっかくだからゲドちゃんにもプレゼントしておいたよ。家族さん、そのクマから嫌な気配が。ヒヤックンが叫ぶと同時に家族さんの手のクマが爆発する。予知をした。まだ間に合う。地面を蹴って家族さんの腕からクマを奪い取った。そして即座に遠くに投げ飛ばす。伏せて家族さん。僕の手から離れて間もなくクマが炸裂。っっ灼熱の爆風に吹き飛ばされ、たまらず床を転がされてしまう。強烈な火薬の匂いに思わず咳込んだ。爆風で廊下に煙が立ち込め何も見えない。通信機の破片が刺さったのか、腕に刺すような痛みが走る。けど探偵、ひりつく腕で体を押し上げ、なんとか立ち上がった。まさか本当に爆弾が仕掛けられてるなんて。あと一瞬でも行動が遅かったら家族さんは間違いなく死んでいたし、僕らも無事では済まなかったはず。外道探偵は本気で僕らを殺す気なんだ。みんな大丈夫、怪我はない。仕掛けてきましたね。外道さん、僕は平気です。でも飛脚さんが頭を打ってしまったみたいで。私も平気ですわ。外道探偵、どこに隠れているんですの。君たちの後ろさ。背後から声がした。振り返ると同時に照明で輝くナイフの切っ先が目に映った。さあ避けてみなよ。外道探偵の振りかぶったナイフが横投げに僕へと襲いかかる。まずい、これは避けられない。次の瞬間、家族さんに突き飛ばされ再び床を転がる。あ、僕に代わってナイフを受けた家族さんの腕からパタパタと血が床へとこぼれ落ちていく。家族さん、心臓が跳ねた。同時に脳裏で聞き覚えのある声が響く。お父くん、しっかりして。お父くん、見覚えのある光景。でも何かが違う。サイカちゃんが血を流していない。マト君、どうして私をかばったの。マト君が死ん
サイカちゃんが泣きながら僕の名前を呼び続ける。おかしい。これじゃあ今まで見てきた光景と無逆だ。まるで僕の方が死んだみたいじゃないか。意識が現実へと紐をされた。あまりの光景に僕はまず息を呑む。僕の目の前で外道探偵が家族さんの首に腕を回し、彼女の方にナイフを突きつける。僕をかばって切られた家族さんの腕からは真っ赤な血が伝っている。深手ではない様子だけど、出血量は決して少なくない。早く手当てをしないと。外道探偵、一体どこに潜んでたんだ。すぐ横の研究室さ。人の行動を誘導するコツは、分かりやすいゴールを用意してあげること。あんなアナウンスを聞けば、モニタールームを調べるまでは他の部屋に目もくれなくなって当然だよね。どいつもこいつも素直すぎて可愛いな。さて、これでもう交渉なんてまどろっこしいことも不要になった。さあ無能くん、家族ちゃんの首をねじ切られたくなければ一緒についてきてもらうよ。冷たい声で語る外道探偵、注意深く観察を続けているけれど一切隙は見せない。ナイフの切っ先が家族さんの首筋をなぞるように伝い、見ているだけで血の気が引いていく。分かった、お前の言う通りにするよ。だから家族さんを。いけませんわ無能さん。家族さんが僕の言葉を遮った。あなたと科学さんは飛脚さんを連れてすぐにエレベーターでこの施設から脱出なさい。でもも体ももありませんわ。これはリーダー命令ですわよ。逆らうことは許しませんわ。その人質とは思えない強気な発言に外道探偵が大笑いする。さすがは家族ちゃん、素敵な胆力だ。でもエレベーターの鍵のことを忘れてないかい。君を見捨てるにしてもエレベーターの鍵は必要なんだよ。その鍵って床に転がっているあれかしら。え、この鍵を。自分の足元の鍵を拾って確認した。それは確かに地下で見たものと同じ鍵。いつの間に足元に鍵が。外道探偵ともあろう人が大事なものをポケットに入れたまま油断するのはよろしくないのではなくって。思わず奪い取ってしまいましたわ。さあ無能さん、その鍵を持ってお逃げなさい。エレベーターとヘリポートさえ封じてしまえば外道さんは地下から逃げられません。八つ咲き婚事件もきっと解決に向けて動き出しますわ。やけにすんなり捕まったと思ったら抜け目がないね。でもいいのかな、他のみんなが逃げたら君も一緒に取り残されるんだよ。死ぬのが怖くないのかい。そうですよ、家族さんを置いて逃げられるわけないじゃないですか。僕の問いかけに家族さんは穏やかな微笑みを返した。怖いに決まっていますわ。誰だって死にたくはないでしょ。ですが死よりもっと恐ろしいのは我が身かわいさに死者を増やしてしまうことですわ。私は偉大なるピンカートン家の末裔。私の命で大勢を救えるのなら悔いはありません。さあ早くお行きなさい。家族さん、間の話を思い出す。自分が助かるために誰かを犠牲にする、それが正しいかどうかなんて誰にもわからない。だけど今自分を犠牲に大勢を救おうとする家族さんの姿を見て思った。この姿こそ僕が理想とする探偵像であること。家族さん、外道探偵、あなただけは許しません。カーク君が拳銃型のメカを外道探偵と突きつけていった。少しでも動けば撃ちます。動かないでください。おっと、銃型のフレンズか。その構造、おそらく銃型のスタンガンだね。これはまた面白いものを作ったな。外道探偵はひるむ様子もなく家族さんを人質にしたまま動き出す。
この男に恐れというものはないのか。撃つって言ってるんですよ。どうして動くんですか。この数日で随分と成長したみたいだけど、君にはまだ撃てないよ。手元が狂って家族ちゃんに当たれば最悪感電死だものな。武装ちゃんを失ったばかりの君にそのステージはまだ早い。もっと経験を積んでからまたおいで。舐めないでください。カオク君がスタンガンを撃とうとにじり寄る。ただその銃口はわずかに震えていて照準が定まらない。銃を持って対峙しているにもかかわらず、ゲド探偵の圧力に屈してしまっている。やはりこの男は規格外の凶悪さだ。さて、名残惜しいけど一旦お別れの時間だ。無能君、今から1時間後その鍵を持って資料室に一人で来てくれ。さもないと家族ちゃんの公開八つ咲きショーが始まるよ。俺が脅しでこんなことを言わないことはよーくわかっているだろう。エンドシーングで未来を見るまでもなく本気の目だとわかる。外道探偵は1時間後宣言通りに家族さんを殺すだろう。長くない付き合いの中でも目の前の男の残虐性は痛感している。必ず行く。だから家族さんには傷一つつけるなよ。バカ庶民、私のことなど。いい返答だ。それじゃあラストステージで待ってるよ。待て。部屋の入り口へと向かおうとした外道探偵の動きに合わせ、カーク君が拳銃型の機械の銃口をずらそうとする。ただ引き金を引くよりも早く、外道探偵は家族さんを連れ廊下の奥へと去っていくんだった。あれ、家族さんは、家族さんはどこ。立ち上がって周囲を見渡し、ヒギャク君が焦った様子で問いかけた。僕もカーク君も答えられない。自分の無力さを恨みながら、ただ立ち尽くすことしかできないんであった。無能君なら、行きそうな気はするけどね。一人でね。その後僕らは美食さんと文学さんの待つロビーへと一度戻って経緯を説明した。本当に一人で向かう気なの。昼になりましたね。無能ちゃん。はい。外道探偵は自分のポリシーに反することはしない男です。約束を守れば家族さんを殺すことはないはず。彼女を救うには奴の要求に従うしかありません。その後はどうするの。外道探偵が君に何をしようとしているのかわからない。でも危険なことは間違いないよ。家族さんを救えたって、君が死んでしまったら意味がないんだよ。外道探偵と対峙する上で何か策はあるの。外道探偵が僕を本気で殺すつもりなら策はある。大丈夫、絶対に生きて戻ってくるよ。あれかな、エンドシーング乱発みたいな感じになるのかな。無能さん、どうかこれを使ってください。おお、カオク君から先ほど彼が手にしていた拳銃型の機械を手渡された。ありがとう、ガック君。白い SPX の針を参考にして作った電撃遊具ビリビリ君です。引き金を引くと電撃が流れる針が射出されます。射程距離は2メートルほどと短いですが、体のどこかに当てれば外道探偵の身動きを封じれるはずです。ありがとう、科学君。こんなすごいものを作るなんて、やっぱり君は天才だね。でも僕には撃てませんでした。撃つチャンスはあったのに。また大切な仲間を救えなかったんです。また心の中を全て見透かされて悔しくてたまりません。僕がもっと強ければ、もっとあの人に対して冷酷になれれば守ることができたのに。
他者を傷つけることを恐れる生き物は人間だけ。人でなしになり果てるのは他者を思いやる理性を失った瞬間だと魔界探偵は語っていました。誰かが死ぬことに、誰かを傷つけることに恐怖する気持ちが弱さだなんて私は思いません。それは私たちが人間らしい感情を持ち合わせている証なのですから。文学さん、文学さんが珍しく素の口調で語り、科学探偵に微笑みかける。科学探偵、あなたはこの島へ来た当初からぐっと人間らしく成長していると思いますよ。なんて私が言えたことじゃありませんけどね。僕も文学さんと同意見だよ。今の科学君が弱いだなんてそんなことない。誰かを傷つける覚悟なんかより、誰かと笑い合って誰かのために泣ける心の方がずっと大切だよ。文学さん、無能さん、ありがとうございます。家族さんを救ってあげてください。カー君が目を伏せて声もなく涙を流し始める。外道探偵にえぐられた心の傷は決して小さくない。でも僕はきっと大丈夫だと信じてる。だってカー君はもう自分の弱さを素直に認めて本音を吐き出せるんだから。無能探偵、人出なしの外道探偵の鼻を明かしてやってください。私はあなたの優しさこそが人間の強さなのだと信じています。うん、任せて。科学君の分まであいつに手痛い一撃をお見舞いしてくるよ。約束の時間だ。いよいよか。僕はみんなにロビーで待ってもらって一人で約束の場所である白い巣へと向かった。すると途中でなんとか間に合ったようだね。ホームズさん、ホームズさん、およそ一日ぶりにホームズさんが目の前に現れた。どうしてずっと姿を見せなかったんですか？すまない、残留思念なのにおかしな話だが少々調子を崩してしまってね。細かな説明はまた今度するよ。今は外道探偵から家族くんを救い出すのが先決だ。そうだろ？ええ、きっと僕一人じゃ外道探偵には勝てません。力を貸してください、ホームズさん。もちろんだよ。他の誰もが君を裏切り、君と敵対し蔑み否定しようとも、私だけは君の全てを肯定してみせる。外道探偵と決着をつけたら私の知る全てを話そう。奴との因縁にケリをつけるぞ、ワト君。はい、よし行きましょう。僕らは並んで白い巣へと入っていった。めちゃめちゃ雰囲気あるところだね。すると椅子に座っていた外道探偵が待ちわびたと言わんばかりに立ち上がり、その手のナイフで僕を指差しニヤッと口角をすり上げた。来てくれると思っていたよ、無能君。やはり君は俺の見込んだ通りの探偵だ。その手のナイフの切っ先が照明を受けて光る月光のような冷たい輝きに胸がざわつき鼓動が早まった。今自分が命のやり取りの場に赴いているんだと思い知らされずにはいられない。なぜ来ましたの？あれほど来るなと言ったではありませんの。家族さんのひどく焦った声が響く。壁の配管と右手を手錠でつながれているようで、手錠と配管がすれてガチャガチャと音を立った。家族さんにかばってもらって分かったんです。僕が目指すのは、目の前で溺れている人がいたら自分の掴んだ船板を迷わず渡せる探偵だって。無能さん、外道探偵、エレベーターの鍵は持ってきた。早く家族さんを解放しろ。ああいいさ、
ほら、これが家族ちゃんの手錠の鍵だよ。下道探偵は5つ、家族探偵の手錠に触れ、鍵を開け閉めしてみせた。本物の鍵に間違いないらしい。俺の横のデスクに置くから、君も同じようにしてくれ。僕を出入り口から遠ざけた上で鍵を交換するつもりか。それくらいは当然の権利だろう。君らは今エレベーターの前に陣取って有利な状態なんだ。俺にも少しくらい希望を分けてくれたっていいじゃないか。鍵を置いたよ。移動を始めよう。ただしお互い一歩ずつだ。いいね、いい警戒の仕方だ。君は本当にどんどん魅力的に育っていく。言われた通りにしよう。では君が温度を取ってくれ。では1、2。僕の言葉に合わせて下道探偵との距離が一歩ずつ縮まっていく。一歩また一歩、縮まるごとに心音は早まり、肌から汗がにじみ出ていく。僕だってバカじゃない。おそらく射程距離に入ったら襲ってくる。下道探偵は本気で僕を殺しにかかってくるはずだ。今にも震え出しそうな足に触れ、自分を奮い立たせながら一歩ずつ歩み続けた。その時視界が突然明滅。来るか。下道探偵の手のナイフから刃がロケットみたいに射出されて、来るのか。やはり額を貫かれて首ごと頭が吹き飛んだ気がしたな。という間もなく意識が沈んでいく。意識が戻ると同時に体を反らした。頭も沈み込ませたおかげで鼻先をもかすめつつも歯は回避。間一髪、まさかナイフの刃が飛んでくるなんてエンドシーングで読めなかったら確実に死んでいた。ブラボー、ほーら、俺の予想した通りだ。そこまで読んでる可能性あるよね、下道さん。いつの間にか僕の真横に立っていた下道探偵が楽しげにペロリと舌を出す。今君はナイフの刃が飛ぶ前から動き出していた。このナイフの仕掛けに気づいた素振りなんて一切なかったのに。おかしいよね。無能君は時折妙に勘が鋭い時があるけど、果たして何が見えているのかな。君も理想探偵と同様、未来が見えるんじゃないかな。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。